ご飯の種類を変えてみた。メインくん、くーちゃんの場合、じゃーん、くーちゃんにお届け物です。ご飯が届いたよ。我が家のデカ猫メインくん、くーちゃん5歳。匂いでわかるのかな。気になるくーちゃん、何してるの。遊んでないで早くご飯ちょうだいよ。お腹ペコペコだよ。嬉しいくーちゃんはご飯のそばから離れない。箱が破けた。ボロボロ。知らんぷりのくーちゃん、呆れ顔です。こちらは今までのご飯。運動不足で太り気味だったのでダイエット用のもの。最近ご飯の減りが良くなかったのでニュートロナチュラルチョイスに変えてみました。2つのものを比べて検証しました。どうでしょう。左のお皿が新しい方、右のお皿が今までのご飯。すぐに新しい方を食べ始めました。くーちゃんが脇目も振らず食べ始めた今回のご飯はナチュラルチョイスアダルトチキン。高品質なチキンを第一主原料に使用した穀物不使用のフード。穀物を使用しないのでお肉の割合ぎっしりで美味しいんだろうね。お値段も1000円くらいアップ。お高くなりましたが、この食いつき方を見ていると仕方ないか。満足です。お腹いっぱいになったくーちゃんは先ほど少年に破壊された段ボールに入って休憩。ちょうどいい箱だったのに少年に壊されて、まんげな顔、体はみ出てるよ。食欲があることは健康であることのバロメーター。病気やストレスなどで食欲が落ちると健康面にも影響が出やすいですからね。少年も食べることは大好き。猫にとっても毎日の美味しいご飯が健康維持のエネルギー源になるし、食べる楽しみがストレス軽減にも役立ちます。成長と年齢に合わせて猫の好みに合った食事を見つけてあげることは大事ですね。少年が学校で育てていたヘチマの乾燥たわしと種をもらったよ。種はくーちゃんのフードに似てるけど、ご飯じゃないのでくーちゃんは全然興味なし。来年は少年の家のプランターに植えてグリーンカーテンに挑戦しようと思います。頑張ってね。生き物大好き少年チャンネルでは生き物のことやメインクーンのくーちゃんとの日常をお届けします。このチャンネルの動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。